臨時国会も開かず総選挙の顔に誰がいいかと言ってうつつを抜かしています候補者の記者さんですか。争点なんだって言ったら党改革だって。コロナじゃないんですね野党側は7月以降憲法53条に基づく臨時国会の招集を求めていましたが政府与党は応じませんでした来月上旬に招集される菅総理大臣の後継を選出する臨時国会では 新型コロナ対策などを議論するため十分な会期を確保して予算委員会を開くようあす、与党に求める考えです。